どうも、お花のセミナール、何回目なの ?1 回目なのかな、よろしくお願いします。小生の話速度はですね、非常に遅いですので、速度を 1.5 倍とか、1.75 倍にすると、大体10分ぐらいで番組が見れるのでお勧めさせていただいております。今回そのニューディール政策といってですね、ずっとそのニューディール政策のお話をさせていただいておりまして、で、前回社会保障法、ソーシャルセキュリティアクト、扶養とか失業者とか貧困や、老齢化とか特定国民層への社会保障を充実させようとして数十億ドルの予算を立て、職業促進対策本部を設立し、1935年には、社会保障法というのを制定したと。で、実はこの1935年のその翌年に実はその、フランクリン・ルーズベルトの、大統領選挙がありますから、もう本当にとことん、アメリカンデモクラシーっていう形ですから、黒人も選挙にできる形になってますし、で低所得者層も、とかですね、やっぱりそのあとはシングルマザーだったりとかですね、もう、アメリカンデモクラシーっていうのはどんな金持ちでもどんな貧乏人でも一票が一緒なんですね。今の日本も戦争に負けてそういった形になってるんですけれども、なのでこの社会保障法っていうのは非常にそのある意味で言えば必要な、法律なのかもしれないんですけれども、実はこういうふうに綺麗事を並べて、例えば民主党政権の時にマニフェストという形でですね、綺麗事をバーッと並べたんですけれども、じゃあ結局 何割できたんですかって言ったら、ほとんどの人がほとんどのことができずに終わってしまってますね。つまり綺麗事を並べて、で票を集めて蓋開けたら本当にクズじゃないかみたいなこともありますよね。で、もともとそのデモクラシーっていうのがですね、民主主義ですね、民主主義って言ったらデモクラシーって英語で言うんですけども、デイモスですよね、民衆ですね、古代ギリシャ語で、でクラシーは力ですから、その民衆の力によって、いわゆる政策だったりとか国の秩序を決めるっていう形で、で古代ギリシャっていうのが、2、3万人ぐらい人数がいて、で市民のことをシティズンっていうんですけれども、その一人一人が50人とか100人ぐらいの奴隷を飼ってるという形で、でそのトップの2、3万人のやつらが、選挙を行うと、石をこう置いて選挙してたらしいんですけれども、初めはちょっとこうまともに機能してたんですけれども、蓋を開けていくと戦争の強い人しか勝てなくなっちゃったみたいな感じなんですよね。つまり戦争が上手だから次はあの国取るぞこの国取るぞって言うと、戦争ばっかりするとやっぱり国が疲弊してくるんですよね。でかつそのご飯を作ったりとかですね、日本で言ったらお米を取ったりとかですね、やっぱりこの食料自給率も多分落ちてくると思うんですね。で戦争ばっかりやることになっちゃって疲弊しちゃって古代ギリシャが滅びるという形になってますから、その小生はデモクラシーっていうものに関しては半分賛成で半分反対なんですね。
やっぱり時間というのはやっぱり有限ですので、どこかで最終的には多数決を取って決めなくちゃいけなくなる瞬間があるんですけれども、例えばそのヨーロッパで言えば、あの議会のことを英語でパーラメントっていうんですけれども、パーラメントの語源がパールですから、こういうおしゃべりなんですね。お話をして、でまあその少数派の方は、少数はいつもマイノリティで少数派なんですけれども、少数の言ってることが、まあ、少数派なんだけど、こいつの言ってることは確かに一理二理あるなっていう時には、でまあ多数決でちょっと決めちゃったから、こっちは通すんだけど、こいつの言ってることはなんか正しそうだから、ちょっとこの条項とかにこういうの入れとこうとか書き込んどこうっていう形で、その多数派の方にならざるを得ないんですけれども、でもその少数派の意見がすごく素晴らしければ、それをちょっとこう含ませることもできると。これでまあ議会がパーラメントっていうんですけれども、ですのでまあその民主主義っていう形にすると、やっぱりそういったシングルマザーだったりとか失業者だったりとか、あの貧困の方とか老齢の方ですね、お年寄りですね、そういった人たちに優遇なその社会保障法、ソーシャルセキュリティアクトを立てると、あの非常に選挙に勝ちやすくなるんですね。で選挙に勝って自分たちのやりたいようにやったりとかする形にするので、ですからまあちょっとね、そのアメリカのその社会保障法のね、歴史と背景を一緒に学んでいただきたいなとは思うんですけれども、そういうふうにその、うん、社会保障をやったことによって、じゃあ今のアメリカはどうなってるのかっていうところも一緒にお話しさせていただけたらなと思いますね。で、まあ、20世紀の、工業化と都市化は多くの新しい社会問題を引き起こしたと、まあ、20世紀というのは1900年代ですね。社会と政府がそれらのためにどのように連携をすべきかという、まあ、考え方がね出てきていると。で産業が拡大するにつれて、まあ、都市シティがですね急速にこう成長するので、もう労働力のもう需要がぐわーっと高まってくるんですね。うん、で米国の、この農場から、まあこうシティの方に動く移民と、あとは南ヨーロッパと東ヨーロッパの移民がこの米国の都市にこうなだれ込む形になってですね、でそれに伴って、急速にこう貧弱なね集合住宅、まあ、長屋みたいなやつをこう建設して、もうタコ部屋ですよね。でその集合住宅なんか非常にもう窮屈でかつ不健康な空間であったと。で急速な人口増加のためですね、その、集合住宅の多くの、集合住宅のこうにこう多くの、ね、移民がこう詰め込まれる状態だったからひどかったと。で作業スペースはもっと危険な状態にさらされてたと。ですからまあ社会保障法っていうのは絶対にしなくてはいけなかったことではあったんですね。で1930年代までに米国は社会保障の国家システムなしに、人々が大恐慌に直面した唯一の、近代的な工業国だったと。ちなみにその、その社会保障法だったりとかニューディール政策をしている人と大恐慌を起こしたのは同じ組織ですよ。ですからマッチポンプなんですね。これが分からないと、あの結局今の、国際ルールだったりとかシステムっていうのが分からないので、それを踏まえて聞いていただきたいですね。で一部の米国の州では、まあ、資金不足 の, あの、まあ、高齢者の保険プログラムっていうのもあったと。ただ一部だけだったんですね。で連邦政府は南北戦争及び、まあ、その他の戦争の名残で、まあ、この軍役、退役軍人ですね、まあ、引退した軍人さんの年金を提供してたりはしてたと。で一部の州では、自主的に、
老齢、まあ、要は 老齢年金制度を確立してたが、それ以外の場合はもう米国には社会保険プログラムの経験はほとんどない状態でしたと。でほとんどのアメリカ人労働者にとって老後による退職は現実的な選択肢はなかったと。でそこで1930年代医師のフランシス・タウンゼントっていう方が年金の提案に対するのでこう支持を集めたと。で連邦政府は月額200ドルを高齢者に直接支払うように求めたと。で当時の200ドルって言ったら、まあ、10倍ぐらいの価値がありますから、20万ぐらい食われててたんでしょうかね。これはちょっと、結構高めだなと思いますね。でルーズベルト大統領は、タウンゼントの計画の、まあ、に惹かれてね、まあ、これをやったんじゃないかって言われてるんですけど、少々ちょっと違うと思いますね、でそれは経済の需要を刺激し、労働力の供給を減らすと同時に、働くことのできないですね、まあ、人々をこう救済することができるからと。でこれは一見正しいことを言ってるような状態なんですけども、この大恐慌の時にそういうことをねする必要があったのかなというのはあるんですけども、なのでまあ結局1936年の大統領選に勝つためにこう綺麗事を並べたと解釈せざるを得ないと。で1934年にルーズベルト大統領、少々はまあディープステートとかユダヤ社会が後ろにいると思ってるんですけど、フランシス・パーキンス労働長官が議長を務める経済安全委員会に、老齢年金プログラム、失業保険システム、国民医療プログラムの開発を任命したと。で国民医療制度の提案はこう取り下げられたんですけれども、委員会は主にこう州が管理する失業保険プログラムを、策定したと。で経済安全委員会はまたルーズベルトの、主張で労働者からの個々の寄付によって賄われる古い時代の計画を、開発したと。つまり国が保障するんじゃなくて、寄付でやれよと、じゃあ誰が寄付するねみたいな話ですよね。で1935年の1月にルーズベルトは社会保障法を提案して、タウンゼント計画よりも現実的な代替案として、提示したと。200ドル国が配れというよりも、労働者が個々の寄付で、賄うという形なので現実的ですよね。で1935年の8月、一連の議会の公聴会の後、社会保障法は法律となると。で社会保障に関する議会の、議論の間、プログラムは社会保障の受給者の未亡人の扶養家族に支払い を提供するために拡大されたと。で法律でちょっとカバーされなかった職種もあるようです。農業労働者、家事労働者、公務員および多くの教師、看護師、病院職員、司書、ソーシャルワーカーなどが含まれていたと。でこのプログラムというのが1960年代に、連邦保険拠出法制として知られるように、なって、新設 の、 給与税によって賄われると。皆さんの給料から少しずつ引いて、そこら辺の人たちも助けるようにしたと。で社会保障税は州によって雇用者から、徴収され、雇用主と従業員は税に等しく貢献しますと、されたと。で社会保険税は、逆申請であり、社会、保障付きは保障付は、各個人がシステムに支払った金額に基づいていたため、このプログラムは、パーキンスを含む一部の、
改革者が望んでいた方法での、所得再分配という形にはならなかったと。まあ寄付ですからね。でちなみにちょっと逆進性っていう意味のっていうのが、それぞれが逆の方向に進む傾向。例えば消費税が上がると低所得者はほど収入に対する食料品などの生活必需品購入費の割合が高くなるので、高所得者より、税金の負担がね、大きくなるという形ですね。まあそんな感じです。例えですね。で社会保障プログラムを、作成することに加え、社会保障法はまた、国が管理する失業保険システムとシングルマザーを率いる家族の援助を提供する、扶養児童援助プログラムを確立したと。で、西ヨーロッパ諸国の社会保障制度と比較すると、米国の1935年の社会保障法はかなり保守的であったと。まあ寄付ですからね。でしかし米国連邦政府は初めてですね、高齢者や一時的にちょっと失業中の扶養家族、子どもたちおよび、障害者、経済的安全保障の、まあ、責任を負ったと。これはまあ小生からすると、1936年に大統領選に勝つためにまあ並べた綺麗事だったんですけども、まあちょっと本当に田舎に住んでた農民たちがシティに移民したりとかですね、ヨーロッパの人たちとかそういった人たちが移民してきて、もうものすごく過酷な状態だったので、これに関してはもう小生は賛成ですよ。うん。ただそのシングルマザーとか失業者との保険とかですね、援助をこう与えすぎると、それを利用してね、あえてシングルマザーになる女性もいるし、失業者のなる庶民も増えますよね。ですから今日のアメリカとかもやっぱり黒人のシングルマザーが非常にこう増えてるんですね。無責任に子供だけ作って、でまあそのシングルマザーの人がお金をもらうと。であえて離婚してね、で一緒に住んでるとかもあるかもしれませんし、やっぱりそういうふうに働いたりとかするよりも働かずにね、13万円ぐらいもらいたい、家賃補助でプラス5万ぐらいで18万何本ぐらいもらえる方が楽だということで、働かない人たちも出てきますよね。ですからまあやりすぎるのは小生はどうなのかなと思います。それではまた会いましょう。チャオ。